ヒロッチのこと私も聞いたよ。時間になっても来なかったから私の方から迎えに行ったんだけど。千尋、今日は休み？うん、眠いからって。あ、だから私は今日は一人で来ることにしたんだけどね。サンデー、大変なことになっちゃったね。うん、それはヒロッチもそう言ってた。手術は無事に終わったの？みたいだよ。よかった。ヒロッチも嬉しそうだった。寝不足でひどい顔してたけどね。うん、すぐには帰れないって。って私も言ったんだけど、病院狭いし、それは遠慮してくれって言われたって。私気になってたんだけど、お金っていくらかかったのかな。それは聞かなかったな。カンパでもしてあげた方が良くない？そうですね、確か保険もないはずだし。そうしましょう。昨日、しなかったから。
下くん、どうして、どうしてわざわざ。好きだからです。だから、気になって二人、普通使わない部屋、何をするんだろうと。鍵、これ、鍵。兄弟で、二人は兄弟なのに。どうして。どうしてあんなことを。兄弟でどうしてあんな。どうしてか。嘘でしょ。嘘に決まってます。嘘だから。だから嘘。嘘じゃないの。嘘じゃないです。お兄ちゃん、そうでしょ。そんな。嘘だなんて誰にも言わせない。でも ごめんなさい木下くん。
私に謝ってもしょうがないけれど、木下君のことはしょうがないと思う。私もお兄ちゃんも悪意は持っていなかった。それだけは真実なんだから。ですか？国見？ちょっと待っててくださいね。職員室に行っているそうです。あら、どうしたの？走ったりして。お兄さん、こんにちは。模擬に聞いたらここだって言ってたから。え？そうですね。安西です。
キーが京介ちゃんに何の用があんのよ。うわっ、ちょ、なんで模擬がついてくんのよ。だって私に聞いたじゃん。というか、ミッキーって呼ばないでくれる？だって名前知らないし。安西美希子。そうそう。そうそう、何の用があんのよ。なんで模擬がいるのかわからないけど、まあいいわ。お兄さん、さっき何を気にしていたんです？わざわざ教室に来たりして、そして職員室だって聞いたら血相変えたでしょ。変えたんです。で、なんで？ちょっと、そういう言い方やめた方がいいんじゃないの？私は目撃者の証言を伝えているだけだけどね。お兄さんは知ってるんですか？じゃあ、木下が国見のこと好きだったのは？ミッキー、何が言いたいの？言いたいのは、木下の騒ぎと国見に関係があるのかどうかってこと。だって、木下の好きになり方、なかなか熱かったもんね。それを聞いたんですけどね。ほんとほんと。だって気になるじゃないですか、友達なんだし。友達？傷つくな、その言い方。いつ友達になったっけ？前から、模擬が知らなかっただけでしょ。ま、木下のことはいいや。直接聞けばいいんだし。